ではね、インプロビゼーションからですね。Thank you.
オールダウィンド、オールダウィンドね、オールダウィンド。Thank you.
はい、どうも金子だくじです。今日も深夜ライブ、シンはシンセサイザーのシンですね。シンの夜のライブよろしくお願いします。もう最近なんかちょっとあったかくねなってきて、僕はまあ少し過ごしやすくなってきて嬉しいんですけれどもね。近所の堤防によく菜の花を取りに行きますね。菜の花とか葉っぱですね。葉っぱばっかり食べてますから葉っぱとか、あとタンポポですね。タンポポはまだちょっと早いか。根っこをね、 あんまりたくさん言うと、詳しく言うとあれですけど、根っこを取ってきますね。はい、ということで、春らしく3月になったのでね、何も変わらないですけど未だにオーロラウィンドウ、氷のあれですね、映像を流してますけどね。これはメッセージがちょっと込められていますのでね、オーロラウィンドウは、ちょっと北極の南極もそうかな、北極の、まあ、氷がちょっと減ってきているとね、あと2、30年持つか持たないかっていうところらへんをね、なんかちょっと僕なりにいろいろメッセージを込めてね作っている曲なんですけどね、だいぶできてきました5割ぐらいかな。まあそのうち完成すると思いますので、よろしくお願いします。それでは今日も、途中で何かあったらメッセージなどね、どんどんお寄せくださいますね。来たことはあまりないですけどもね、もしよかったらね、お寄せください。はい、それではアテンズデスティニー幻影舞曲列。はい、もうこれおなじみの曲ですね。うん、よろしくお願いします。では
ンズデスティニーね。私たちはどこから来たのだろうか。そしてどこへ行こうとしているのだろうか。君はこの世に生まれてきたことを後悔していないだろうか。アナスタシアは絵本を見ながらつぶやいた。どうして空に星がないの？
今日も工場から出る煙に覆われた空を見上げながら、そう、アナスタシアは生まれてまだ一度も星を見たことがなかった。その絵本には綺麗な星空が描かれていたのだ。
いたずらなのだろうか。アナスタシアの命はあと数ヶ月だという。なんとか星空を見せてあげたいと周りの人々は思った。しかし巨大な煙突から立ち上る黒い煙は依然として空を覆い尽くしていた。
そしてアナスタシアが最後を迎えようとしたその日、あんなに空を覆っていた黒い煙がなんと次第に消えていくではないか。そして隠れていた星たちが夜空一面に輝き始めたのだ。これは一体どうしたことだろう。
次の日、アナスタシアは息を引き取った。綺麗な星空を目に焼き付けて、人々はこの綺麗な星空を決してなくしてはならないことにようやく気づいた。それから月に一度、すべての工場を停止するというアナスタシアの日を設けた。今でも毎月その日に、人々は亡きアナスタシアに思いを馳せるのだ。Thank you.
深夜ライブってどこでやってんだ。確かここだと思ったけど。誰もいないけどな。誰もいないね。帰るか。やがて朝はやってくる。誰の頭上にも朝日はまんべんなく降り注ぐ。君の頭上にもきっと。君だけが取り残されているわけじゃない。毎日みんなが同じ出発点に立たされるのだ。やがて朝はやってくる。
混沌とした世の中に安らぐ場所を探して旅をする。それが私たちの姿なのではないだろうか。しかしそれはなかなか探しがたい。はい、どうもありがとうございます。続けてお送りしました。 EGM ストーリー、星のない国ですけどね、今回初めて、英語字幕作ってみましたけど、いかがでしょうかね。今までは何もなかったんですよ。字幕はなかったですね。映像のみで、映像と、ナレーションのみですね。ある時ですね、YouTube から字幕をつけろよというのをいただきまして、やっぱりわからないんでしょうね。英語圏の方はね、日本語はね、聞いてればわかると思うんですけど、それでもなんか字幕があった方がいいらしいですね。ねえ、そういうもんなんでしょうか。はい。メディテーション、心音ですね。心の音ですね。心の音を聞く。皆さんの、自分の心が何を言っているのか、何をお前に話しかけているのか。何を俺に話しかけているのか、そういうな心ってのは第三者みたいなもんかもしれないですね。本当に自分の思っていることは何なのか、時々聞いてあげないと、ちょっとね、ひねくれて病気になったりしますからね。ということは素直にやっぱり聞き入れて、心の声を聞いてですね、そうだったのかと、自分はこうだったのかと理解してあげることも必要なのではないでしょうかね。今日はサーザンライスですけどね、今作っている曲なんですけど、これは先日ね、亡くなった僕の上司ですね、追悼の意味っていうか、重いですけどもね、そういう気持ちを込めてね、今はいなくなってしまったけれども、やはり心の中にその何か灯っているんだと、ね、消えずにいるんだと、絶対に消えないんだと、その僕に限らずですね、皆さんもそういう方が見えると思いますので、思い出しながらね、いろいろと、やっぱり心の中にいるんだと、そうやって思う瞬間がやっぱり欲しいですよね。では今日は、サーザンライズ演奏いたします。よろしくお願いします。
血がなかなか飛べないんで、よいしょよいしょ、あ、まだダメだ、よいしょ、終わっちゃうよ、気長にやれば。長にやればってTake it easy って出てましたけどね、出てましたって自分で書いたんだけど、要するにまあ戒めですよ。あんまりせかせかやってもね、せかせかやって、それからなんか根を詰めてっていうかな、やっても結果良くないかもしれない。楽にやった方がいいことがある場合もあるね。そういうような意味合いを込めて作ってるんですけどね。はい、ありがとうございます。さっきの猫のやつもね、どうですか、いいんじゃないですか。なんかそういうのが好きなんですよね、僕は。はい、それでは、プレイフォージャパンですね、こちらは日本ですね、日本人らしい曲を、日本人として何かできること、曲をどういう曲ができるかっていうね、しかもシンセサイザーでね。最近テレビ見てますとね、時々見るんですけど、中国のねドラマね、皆さん見ますかね。よくね琴を弾いてるシーンが多いんですよね、あるんですよね。琴を弾いてるんですけど、その役者さんはなんかよく見てると弾いてないみたいなね。やっぱりそのバックで誰か弾いてるんですよね。ちゃんと弾いてくださいよって言いたくなるけどね、そんな感じでね、日本人らしいっていうかな、そういうことをシンセサイザーでやったらどうなるか、その琴の話じゃないですけどね、置き換えて何かできないかっていうようなことをずっと前から思ってまして、そういうことを音にしてみたい、現実にしてみたいということで作っております。はい、今日もまあ祈りとかですね、いろんなことを、あ、ちょっと見なきゃいけないんですよね。今日は、あ、はい、ありがとうございます。ちょっといろいろ見てるんですけどもね、フォロー、今これ書かないと後でやると忘れちゃうんでごめんなさいね、ちょっと。綴りが違ってたらごめんなさいね、難しいんですよ、はい、多分合ってるでしょうありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、では、引き続きご覧ください。これはどうなってるんだ、なんかおかしいな。はいはいはい、ありがとうございます。ん、これはどうなってるんだ、あれおかしいな。はい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 、
Twitch がなんかですね、ありがとうございます。Twitch、フォローね、ありがとうございます。僕は あんまりね、そのいつも言ってるんですけど、何人フォローしてるとかですね、何人いくつコメントがあったとかですね、あんまり気にしないタイプなんで、あれですね、通常はゼロですね。ゼロが デフォルトですからね。誰も見てないように一生懸命弾くと、ね、そういうところがいいんじゃないかと密かに思っております。今日は見ていてくれる人がなんかわずか見えるようなんで、ありがとうございます。どうも。それでは、プレフォージャパンよろしくお願いします。
車の次が発車。
君にはどんな未来が待ち受けているのだろう。それは明るい未来なのか、それとも違うものなのか、それを決めるのは自分自身でしかない。誰も君の未来を決めることはできない。まあ、いつものように、ループを、まあ、かわいいループをちょっと作ってみました。この間はね、ディレイとかやったんですけどね、僕は最近好きなディレイ、なんといってもこれであろうと思うんですね。これなかった、こっちや。これやない。これですね。このなんとも言えない変な感じが好きですね。跳ねたやつもできるというですね。これは無理か。でですね、このディストロイヤー、これを最近よく使うんでまたやってみます。なんでこんな変な音になるのかな。音を丸めたいときに、EQ とか使うのとはまた違う感じになりますよね、これね。ないとこういう風なんですけどね、ギスギスした感じの。これがギスギスしてないかどうかっていうとちょっとあれだけども、丸いですよね。多少はこういう感じになると
何かちょっと違う雰囲気になるんじゃないかってね、ちょっとブーストしすぎかな、うん、こういう感じですね、かわいい。どっかでこれ使えるんじゃないかなと。ね、これとまた違った感じになる。ちょっと使い方違う？みんなと。こういう使い方をしてる人はいるのかな？とね、ドラムなんですけど、切っておいて。どこ行ったっけ、ドラム。この間やりましたね、ベースのベースアンプですね。これはドラム専用のエフェクトみたいなやつですね。これだ。トレモロなんですけどね、これはちょっと面白いなと思って、これないとこういう風ですよね。わかるかな？わかる？なんかこうなるよね、こうやって。こういうエフェクトらしい。で、かけるとこ。って感じですね。これが、なんだって言われはなんだんですけど、どっかで使えるのかなという、そういうのもあるんだなということですね。面白いな。で、なおかつですね、最近アップワードとかご存知ですか？コンプレッサーで、アップワードっていうでしょう。これ、まあ、キューベースのやつやけど。そういうのは、あれですか、エクスパンダーと違うの？もう、僕はあまり、詳しくないんで、あ、こっちか、ダイナミクス、これか、これね、この部分だけで、これは周波数なんで、リズムとは違うんですよね。この周波数のが来た時にのみかかるんですよね。で、それとさっきのやつとプラスすると、要はそのこの波が来てる時に合わせてその周波数の音が出ると。わかる？あんまり面白くないか。ですからこれをなんか変えると、こんな風になるとね。こんな実用的なのかどうかちょっとよくわかんないけども、
うのもあるやね。これでうまく処理すればなんかで使えるんやないかなと思っております。どうでもいいか。どうですか皆さんは。はい、以上です。はい、これでいいかな。えいループ止まったかな。いいよね。はい、どうも。
明日はどんな一日がやってくるのか誰にもわからない。わかっているのはただひたすら生きることだけが自分を探す旅の目的だということだけだ。他に何があるというのだ。
さあ新しい朝に向かって歩いていこう。そして大きく深呼吸しよう。空を吸い込んでみよう。宇宙を吸い込んでみよう。一瞬心が軽くなったともし感じたら、きっと新しい一歩が多分生み出せる。朝は君をきっと待っている。朝はきっと君を待っている、ね、朝が来ない日はないです ね。希望を持って生きていきましょうね。では今日の深夜ライブはこれで終わりです。全部弾きました予定通り全部弾きました。あれですね、サーザンライズね、見たんですけどもね、やっぱりああいうなんていうかな、心の中の本当に表現したいことっていうな、そういうのを最近ちゃんとしないかんなと。ただ派手なだけの音楽とかね、音色がちょっと変わってる、なんか目新しいな、ね、そういう音楽じゃなくて、なんていうかな、本当に何十年経っても聴けるような音楽ね、そういうのをいつも作りたいなと思っております。今日ご覧になった方はどうでしょうかね。こういう人もいると、世の中いろいろありますけどね、あ、なんか所々でご覧になっている方がありがあるみたいで、ありがとうございますね。はい、うん、ありがとうございます。毎週日曜日、多分こうやってやっておりますので、またご覧になってください。まあ忙しければ月曜日に変わるかもしれませんけれども、大抵この時間で、何かやってると思います7時から始まるのは多いんですけども、まあ8時だったりとかね、そういう時もありますし、大体この時間帯になると何かやってるなと覚えておいてくれればいいと思います。サンキューですね。今日フォローしてくださった方ありがとうございます。また、見に来てください、聞きに来てください。さっきの話の続きですけど、サウザンライツね、ああいった、まあ、本当に、心の中から出てくるような曲、そういう曲を今作ってるんですけどもね、もっとね強い曲もあるんですよね。本当にこう生きるパワーっていうかな、表現したい、もちろんそのPray for Japanみたいなああいう曲もあり、そして、レーザーショーみたいな曲もありね。それに加えてやはりちょっとこの今までのね経験というか、いろんなその人生の重みというかな、
大した重みじゃないけど、大したことではないですけどもね、そういうものをいろいろとね、積み重ねをなんか表現したいということで頑張っております。まだ、何かできたら、ここで弾きたいと思いますのでよろしくお願いしますね、はい、ではまた、次回、多分来週ね、よろしくお願いします。それでは、お体に気をつけて、ちょっとまだ寒い、朝晩は寒いですけどね、風邪などひかないように、健康に気をつけてお過ごしください。それではありがとうございました。バケツがなかなか取れないんで、よいしょよいしょ、あ、まだダメだ、よいしょ、終わっちゃうよ。気長にやれば。